スパム、メール、スパム、スパムとは受信者の意向を無視して、無差別かつ大量に一括してばらまかれる、各種ネットメディアにおける、メッセージのこと。当初は、電子メール、SMS を含むサービス開始とともに、電子メールにおけるスパムが石鹸した。近年は、各種 SNS に、同様な迷惑行為もある、抗議のスパム参照。迷惑メールという語もあるが、 その内容が迷惑であろうが、仮に有用であろうが、受信者や媒体の意向を無視して、無差別かつ大量に一括してばらまくのが、スパム行為であって、別の語であこの由来については、スパム迷惑行為とスパムを参照。スパムメールは、宣伝目的で一方的に送られる電子メールである。販売側から見て、不特定多数の個人に対して、広告活動をするとき、 郵便に比べて電子メールでは以下のような特徴がある。インターネットの普及とともに無差別送信されるメールは急増した。セキュリティソフト会社マカフィーが2010年4月から6月にかけて調査した結果ではスパムメールの1日あたり配信数は約1750億通とされている。メール使用者にとって必要な通常のメールよりもこれらスパムが はるかに多く届くといった事態にもなり、大きな社会問題となっている。なお、語源となった、商品名、語源参照との混同や、一種のインターネットジャーゴン、専門語である、スパムを避け、日本語を使ってわかりやすく、迷惑メールと呼ばれることも多い。受信者に直接送信される、スパムの他に、宛先不在のスパムを、スパムに記述されている。 偽の送信元に変身することにより生じる、バックスキャター、広報拡散、または、コラテラルスパム、巻き添えスパムと呼ばれる二次被害を起こすこともある。世界最初のスパムはコンピュータ会社のデジタル・イクイップメント・コーポレーションが1978年5月に送信したものとされる。内容は、ディークシストム -20 の製品発表会の案内で、 約400人に送信された。これらの無差別かつ大量に一括して送信される、電子メールのほとんどは広告メールで、迷惑メール、ジャンクメール、ジャンクメ,クメール、バルクメール、バルクメールとも呼ばれ、日本国内においては、総務省などの省庁が使う表現に従って、迷惑メールと呼ぶことが多い。アダルト、成人向け勧誘、ワンクリック詐欺の場合もあり、 要注意の URL が記されていることがある。英語では次のように呼ばれることもある。なお、コンピュータウイルスやワームの動作で無差別的に発信される電子メールも存在し、ウイルスメールと呼ばれることがある。このメールに添付されるファイルはウイルスそのものである場合が多く、厳重な警戒が必要である。語源は缶詰のスパム及びコメディ番組。 空飛ぶモンティパイソンのスケッチ、スパムから来ている。スパムではないメールのことを、スパムになずらえて、ハム、ハムと表現することがある。アンチスパムソフトウェアで、ハムという表現が採用されていることがある。内容としては、有料ないし無料の会員制で i 系サイト、アダルトサイト、ネズミコ MMF イコールメイクマネーファースト、マルチ商法、 商品の勧誘販売などの宣伝がほとんどであり、メールアドレスが外国で収集されたと思われる英文のものも多い。英文のものは、ディプロマミル、学士号、修士号、博士号など、学位の販売や、オンラインカジノ、日本からの利用愛報、ダイエット、勃起不全関連の医薬品類の販売がある。また、一時は、韓国発のアダルトメールが大量発生したほか。 中国の経済発展と伴いに、中国語によるスパムもある。スパムの中には、出会い系サイトでの成功体験談を披露するものや、南朝最後の末裔の美女との交際を促すもの、謎のストーカーから守ってほしいと依頼するものなど、高頭無形なストーリーを持つものもある。中でも著名なものに、ナイジェリア他政変が起こった国の元独裁者や、大金持ちの名を語り、 当面の各紙預金口座時に困っているために送金を求め、本当に送ってくれたら助けてくれたお礼として、後日、各紙口座の中から大金を分けてあげようという、ナイジェリアの手紙と言われる詐欺メールがある。ちなみに、ナイジェリア詐欺のグループには、多彩なキャラクターの登場する、ハラン・バンジの短編集を、全世界の読者に配信した件で、2005年、イグ・ノーベル賞文学賞が授与された。 広告宣伝以外のものでは、2003年頃から、実際には利用していない、有料情報サービス、有料アダルト番組、ツーショットダイヤル、ダイヤル Q2、有料出会い系サイト等の利用料や再建などを受け、する悪質な架空請求詐欺メール、ワンクリック詐欺メールが急増し、2004年現在で、前年度比6.5倍の相談が寄せられている、国民生活センター発表。 広告宣伝メールでは、ほとんどの場合、以下のような文句が書かれている。ただし、このような文句に従って、今後の配信を希望しない旨を業者側に伝える行為、オプトアウトをするのは、全くの逆効果である、詳しくはアドレスの収集という構成確認を参照。携帯電話に出会い系サイトの宣伝が届き、これをきっかけに青少年が、 性犯罪に巻き込まれるケースもあって、社会問題となっている。近年増えているのは、ピンクシート、市場などのペニーストック、日本語で言えば、ボロ株に、相当に対する風説のルフである。これは、情報開示があまりなされていない、流通性、価格の低い企業の株に対し業績が上がるという、情報を流し、売り抜けるというものである。ストックや、 XXXXPK ピンクシート銘柄の証券コードや XXXXOB 店頭市場の証券コードなどのキーワードが入っているものがそれだ。なお、日本では数百万円以上の金額を年利数から1%以下の低金利で融資する胸の宣伝内容を送りつける闇金融、シマス詐欺の勧誘メールも増えている。 2005年以降は、フィルタリングソフトウェアによる除去を不当に免れるため、宣伝メッセージを画像化して送信する手法が増え、米国マカフィー社の調査によると、2006年初頭には、スパム全体の30%に過ぎなかったのが、同年末には65%に達するようになったという調査結果が出ている。また、社会問題を解決へ導くための訴えや、 ある思想的な意図を持って掲示板などで宣伝するなど、啓蒙的な内容のスパムもある。送信先アドレスについては、ウェブページや電子掲示板などに掲出されているアドレスを収集ロボットで大量収集したものが用いられることが多い。あるいは、検証応募などでユーザーが自ら登録したものや何らかの契約業務に関連して収集された個人情報の外部流出による ケース、無線の識別信号を取り入れたものやニフティの ID のようにひとえな英数字かつ書式に規則性のあるアドレスに使用ユーザーの有無に関係なく作成して無差別に送付するものもある。このメールアドレスリストには主に2種類あり無差別に収集され現在はすでに無効となっているものも多く含まれているリストと有効であり現在使われていると確認された。 メールアドレスリストがある。当然ながら、後者の方が、スパムが人の目に触れる、可能性が高く、送信者、スパマーと呼ばれるはリスト中の有効なアドレスを選び出すことに不信している。リストの中から有効なアドレスを選び出す方法としては、主に下記の3つがある。前2者に対しては連絡しない、URL をクリックしないという自演手段で防ぐことができる。 ウェブビーコンではメール本文の画像を開いた時点で情報が判別される危険があるが HTML 形式のメールは開かず即刻削除するといった強硬な対策を取るとスパムではない通常の電子メールをも削除してしまう弊害があるためメーラーにイメージブロックという機能がそうされているこれは HTML メールの画像を一律あるいは選択的に 自動的に表示させないようにする機能である。スパムメールを送信している者、スパマー、スパマーはゾンビと呼ばれる不正侵入されたシステムで構成された巨大な軍隊のようなものを統制している。スパマーのコミュニティは異常なほど高度に組織化されており、フィルターを通り抜ける方法を開発するもの、マシンを乗っ取りゾンビにしてしまう者、そのマシンの利用権を切り売りする者も,もいる。 ゾンビシステムの数は数千台に上ると見られている。また、全迷惑メールの40%以上はゾンビ PC から送信されているのではないかとしている。日本においては、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、特定商取引に関する法律等によりスパムの送信方法に対する規制が行われている。規制内容は主に次の通りである。 しかしながら、スパム送信そのものに対する規制は不十分で問題も多い。2008年2月には特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の改正案をまとめ、日本国外から発信されたスパムについても取り締まりの対象とするほか、罰金の最高額を改正前の100万円から3000万円に引き上げるなど規制を強化している。 違法特定電子メールの申告窓口としては、次の二つの団体が指定されている、規定された法律が異なるためで、どちらでも申告を受け付けている。現在のメールシステムは、配達経路が記録されるため、発信されたサーバーを特定することができる。通常、加入しているインターネットサービスプロバイダ ISP のサーバーから直接送信すれば、すぐにスパム行為が判明して、 強制大会などの措置を取られるし、自前のサーバから送信すれば、すぐに発信者が突き止められてしまう。そのため、スパマーは、無関係な外部のサーバを利用して送信することとなる。そのようなスパムを送信しているサーバは、第三者中継、もしくは、不正中継で、俗に言う、踏み台を許している場合が多い。そのため、第三者中継を許すサーバからの受信を拒否することが、 スパム防止に効果的な場合がある。こうした不当なメールの中継を許す管理の甘いサーバの IP アドレスを列記したブラックリストがある。プロバイダなどはこのブラックリストの提供者、例、DSBL、スパムコップ、CBL と契約を結んで最新版のリストの供給を受け、スパム遮断に役立てる。これらのブラックリストはリアルタイムに更新されることから、 RBL リエルタインブラックホールリストとも呼ぶ。しかし一部では、このブラックリストの合法によって、メールサーバーが一時的に他のメールサーバーから無視される、被害を受ける場合もある。最近では、英国のスパメハウスのように、クラス C の IP アドレス単位で、ブラックリストに登録するようなケースが起きており、何もしていないのに、ブラックリストに登録されるようなケースも、発生ており、 RBL の管理が大きな問題となっている。逆に、メールサーバについては、外部の第三者から不正に使用されないよう、POP Before SMTP、メール送信前に受信操作を行うことが、義務、受信後の一定時間内でないと送信できないや、STPOS、SMTP 認証、送信時に、直接、ユーザー認証を行うを設定したりして、 部外者からの送信を防止したりする方策が取られることが多くなった。ただし、ポップビフォー SMTP は IP アドレス認証でありセキュリティ上の問題があることも指摘されている。その結果、メールの投稿、ユーザーがメールを送信することは、メールサブミッションポーサブミッションポートである587番ポートを使って、SMTPOS で送信する OP25 バイト、 ウトバウンドポート25をブロッキングが推奨されている。そうでなければ、実際にスパムの踏み台にされることはなくても、ブラックリストに収録されてしまって、送信機能を失うことになりかねないからである。特にこれは、企業やプロバイダにとっては、致命的な問題につながるため、メールサーバーの設定、管理上で無視できない課題となっている。メールを受け取る際に、 初見のサーバに対して一時的エラーを示す、ステータスコードを返すようにする。一般にスパムメール業者は大量のメールを短い時間で送信するためにエラーが起きるとリトライしないことが多いためである。もちろん、このままではリトライしないサーバから送信された一般のメールも受け取れないため、通常の応答をする対象となるサーバを記述したホワイトリストや IP アドレスからホスト名を逆引きして確認する方法などと併用する。スパムメールが持つ特有の単語などを文章から認識してあるメールがスパムかそうでないかを自動的に判断。スパムであれば即座に分離するというスパムフィルタ機能を持ったソフトウェアが見かされている。こうした判断を支えている手法の一つがベーズ推定という統計手法であり、 これを利用した判別ソフトウェアはベージアンフィルタと呼ばれる。また、最近では、その分離性の良さとパラメータ調整の容易さから、ロジスティック回帰も用いられるようになってきている。スパムメールを収集して、そのフィンガープリントをデータベース化する手法も用いられている。収集の方法としては ISP にハニーポット、おとりを準備して収集する方式がある。また、 コミュニティからのフィードバックによるコラボレーション型、スパムフィルターという手法もオープンソースや商用フィルターにも使われている。スパムメールは短期間に新種が現れるので、これらのデータベースにも同様のリアルタイム性が要求される。受信サーバに実装したもの、電子メールクライアントに実装したものなどいくつかの段階で使用可能で、また精度も非常に高い。また、 携帯電話メールでは、改正前の特定電子メール法で題名に必須だった未承諾広告などのメール受信を拒否したり、ドメイン名、送信元のリモートホストを指定しての受信などのフルタリング機能を網内に持つようになった。インターネットサービスプロバイダー、ISP によっては受信サーバー、POP3 が一定のアルゴリズムに従ってスパムであるかを判定し、スパム、 または可能性が高いメールと判定されれば、件名、サブジェクトに特定の語句を付加するサービスを有料ないし無料で提供するサービスもある。メールソフトによっては件名に特定の語句を含むメールを指定したフォルダに移動させ、またはサーバーから即座に削除させるなどの処理も可能であるため、大量のスパムを受信する手間が抑制できる。 プロバイダによるフィルタリングの例、スパム業者が優位なメールアドレスのリストを常に保持しているのは前期の通りだが、それとは別に辞書攻撃と呼ばれる手法を使って、一般的な英単語や想定されるすべてのアルファベットや数字の組み合わせを片っ端からの前につけて特定ドメインのメールサーバー宛てに送信することがある。これはメールアドレスハーベスティング、あるいは単に、 ハーベスティングと呼ばれる行為で一般的に SMTP の RCPT コマンドを大量に発し、それに対する応答がリレー許可か宛先不明かによってメールアドレスの存在を確認している。一部のメールサーバーにおいては宛先不在のメールであるにもかかわらず RCPT コマンドではリレー許可を返答し、メールを一旦受信した上で、 宛先不明の胸を返信する方式が取られているが、このようなサーバは、メールアドレスハーベスティングの結果、ほぼ無制限のスパムメールを受け取ることになってしまう。また、スパムメールの差出人が差象されている場合、ほとんどのスパムメールがそうである。差象された差出人に対して、宛先不明の胸の通知メールが大量に送信され、第三者に被害を拡大することにもつながる。 このようなことを防ぐには、宛先不明のメールはリレーを許可しない方法が好ましい。スパムメール防止技術で特に大きな問題となるものとして、ご検知、フォールスポジティブがある。スパムメール防止でのフォールスポジティブとは、スパムメールでないメールが、スパムメールと反されたり、善良な企業の IP アドレスが、スパムメール送信者のアドレスとして登録されたり、認識されることを意味する。 フォールスポジティブが発生すると重要なメールが紛失することになるので大きな損失につながる可能性がある。フィルタリング技術はスパムの検出率の向上以上にフォールスポジティブを限りなく小さくするようにされているのが一般的である。なりすましの問題へ対応として現在プロトコルを修正することなく認証機能を追加する技術が提案されている。 その一つに送信ドメイン認証技術がある。送信ドメイン認証技術は、既存のメール配送の仕組みを変えることなく、受信メールサーバーにおいて、メールの送信者情報が偽装されているかどうかを、ドメイン単位で確認することを可能とする技である。なりすましメール対策、迷惑メールフィルターの設定例。Web ページに記載するときの、メールアドレス収集ロボット対策の一例。 アメリカ合衆国では電子メールだけでなく郵便を利用したダイレクトメールや電話勧誘販売に対するオプトアウト登録システムが国家、連邦政府によって始められており電子メールではメールサーバに多大な負荷をかけるようなスパム送信者への罰則強化が進められているスパム送信元国はブラジル、インド、大韓民国の順に多い。 2012年7月から9月、情報セキュリティ会社のベイソフォス社の調査によれば、スパム送信元国は、インド16.1%、イタリア9.4%、米国6.5%である。一方、大陸で見るとアジア48.7%、ヨーロッパ28.2%、南米10.2%であった。警視庁は、20億通のスパムメールを発信していた。 出会い系サイト運営者を総務省からの措置命令を無視したとして2014年9月に措置命令違反で逮捕している。2006年3月に日本国内の ISP や携帯電話事業者等が設立したジーグ、ジャパンエマイユアンチ、アビューズグループが迷惑メール対策に対する3つのリコメンデーションを発表している。 その中では ISP の動的 IP アドレスから送信されるメールをブロックするウッドバウンドポート25ブロッキングやサブミッションポート送信ドメイン認証の採用などが推奨されている国際機関 OECD では2006年にスパム対策のツールキットを作成しているまたスパムへの技術対策の一つとして送信認証技術を取り上げているアメリカでは 2004年1月に連邦法としてキャンスパム法が成立している。基本的な考えはオプトアウトだが携帯電話に向けたメールについてはオプトインを採用していることや悪質な迷惑メールに関する規制がなされている。2012年1月にはメール送信事業者等15社からなる迷惑メール対策やフィッシング対策などを目的とする。 dmarc.org が設立、spf、d a ム i m 等の技術を活用し、送信者認証を行うための仕組みを策定している。欧州では、2002年7月の電子通信個人データ保護指令の13条が、電子メールのダイレクトマーケイング目的での利用については、顧客の同意がある場合にのみ認められるオプトインを採用している。この指令を受けて、 EU の各構成国でもオプトイン規制を整備してきている。2006年2月にシマンテックが行ったワークショップでの発表によるとスパムの返信率が 0.001%10 万通に1通を超えると採算が取れるという。2008年2月には日本で延べ22億通のスパムを送信した容疑者が逮捕されており、この容疑者は 約2000万円の利益を得ていたとされる。低コストで大量にメッセージを送ることができるため、採算が取れるうちはスパムを根絶することは困難であると言われている。電子メールによるもの以外でも、講義には以下の無差別かつ大量のメッセージなども含まれることがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。